バージョン。これはなんこれはうんこですか？健太です。にー今日はですね、2月14日、バレンタインデーに、代々木公園でですね、くるみアロマさんっていう YouTuber の方が、チョコレートを配るらしいんですよ。そのチョコレートをね、もらうのもいいんだけども、やっぱもらうんだったら渡してあげたい。俺のものは、お前のもの。お前のものは、俺のもの。で、まあどういう形がね女性が好むかちょっとわかんないんで、ハッとねひらめいたのがね、あそうだ、うんこの形のチョコレートをプレゼントしようと思って、愛情たっぷりのうんこ型チョコレートを食べてもらいたいと思い、うんこチョコレートを作りたいと思います。さまさま、いきなりこれドーンとこうミキサーが置いてあるんですけども、隠し味にねこれ入れてあげようと思って、草やオープン。ハハッ、うわっ、うえっ、あっ、くさ、あっ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 、チョコを溶かしました。で、中に草屋も入っております。これをラップの上に広げて、それっぽい形にすると、どうせチョコがね、固まるのに時間がかかりますから、明日が楽しみです。さまさま、昨日のチョコが、できた次第でございます。こんな感じでございます。えの方にあのくるみアロマさんにチョコを渡すって言ってたじゃないですか。もしかしたらくるみアロマさんがリアクションとかが乏しい感じの人かもしれない。アイリスラーメンさんが来てるらしいんで、その人にこのチョコをホモチョコだよね、ホモチョコ渡すかもしれないです。綺麗な箱とかがないんで、うちあのこれに入れたいと思います。おむつおむつにいやもうこれティッシュで持ったらアウトだろチョコだからね、ちゃんとしたね。でここにこういう感じで、こんな感じで、こんな感じで包んでラッピング、おむつラッピングして渡したいと思います。くっさてかどうでもいいけど。さまさま。どうも、ケンタって言います。にぃー、ありがとうございます。面白かね。じゃあ、よかったらいろいろバージョン。これは、これはうんこですか？うんこじゃないです。うんこじゃないですか？水に濡れたうんこではない。くるみちゃんのうんこなら大丈夫。今朝のうんこをそのまんま持ってきた感じで。さまさま。アイリスラーメンの山口です。よろしくお願いします。アイリスラーメンの山口です。はい、よろしくお願いします。アイリスさんにチョコ渡す。おお、そういうことっすか。ちょっとチョコを作ってきたんで。はいはい。お父さん、何だか。はい。こちらです。こちらは何でしょうか。隠し味が入ってるんで、はいはいはい、ちょっと匂いだけでも嗅いでもらって。匂い分かんないですけど、鼻弱いからな。いただきます。すっげえグダグダの夢見た。ああ、くっ